これはもう強火で。労働者の皆さん、ね、僕も含めて、ぜひ力尽きます。はい、世界の料理シリーズです。今日はペルー、ね、ペルーの、ロモサルタード。ロモは牛肉ということです。サルタードは炒め物。ペルーの国民食と言われております。ペルー料理と中華が融合した料理とも言われております。アジア系調味料が使われている。日本、まあね、ペルーは、日本にもね、ちょうど日本の反対側でね、昔、うちに若いサーファーがね、修行に来まして、まあ、辛かったんでしょうね。夜中、逃げたんです。逃げて、なんかわかんないけど、なんでお前、ペルーなんて言ったんだ。いや、とにかく、シェフから一番遠いところっていうので、ペルーに行って、で、まあ、行ったら、ね、やっぱり生活しなければいけないので、まあ、ペルー語もできないので、日本料理店に、行って、皿洗いから。そしたら、なんとその、ペルーの日本料理店の旦那は僕の兄弟分でね、電話しまして、あ、洗いっていう、こう来たけど、肉にどうする？この間逃げて、まあ、いい子な、性格のいい子なんで、頼むよ。っていうので、まあ、ペルーで、そこで勤めてね、今日本に帰ってきてましてね、新橋かな、新井商店っていうね、ところで店をやる、自分の、新井商店で出てくると思うんですが、今もうね、ペルー料理の第一人者で、もう本も出してね、たまに、会うんですけどね、その、まあ、思い出の、ペルー料理、ロモサルタードをご紹介いたします。はい、材料です。はい、まずね、私の大好きなサーロイン、サーロイン、ステーキ用オーストラリアビーフ、100g 380円ということでね、安いです。万能ネギは後でハサミで切ります。で、トマトはね、こういう、長く。ピーマンも長く。で、玉ねぎは色付きの玉ねぎ。白でもいいんですけど、長く。そして、辛い唐辛子。ね、牛に、醤油を漬け込みます。そして最後にこの合わせ醤油。お醤油に赤ワインビネガー。ね、お醤油に入れちゃいます。混ぜちゃいます。赤ワインビネガー。赤ワインがビネガーなければ普通の米酢でもいいです。そして天才と。これ合わせておいて、最後にこれでさーっと。で、これ全部あえましたらね、ご飯と、ポテトフライを付け合わせて盛り付けます。はい、それではですね、サーロインの棒状、もう全部ね、今日は棒状に切るんですけど、軽く塩コショウ、もう調味料入るので片面だけでいいです。そしてここにさっきのお醤油を、まあ、漬け込むような感じですね。マグロの漬けみたいな。はい、ちょっと冷蔵庫で染みさせておきます。はい、それでは調理します。まず強火でオリーブオイルを入れて、まずお肉を焼き上げます。で、見てください、もうお醤油すっかり、吸っております。かなり強火です。煙が出るぐらいの強火です。
釣り師と料理人の共通点です。食いつきまで待つ、これがなかなか待てないんですよね。あ、見えました。それでは牛肉を、これあの醤油入ってますからね、皆さんすぐ焼き色つけますよ。わね、はい、これで一回火から下ろします。そうしましたらここに玉ねぎ、刻んでおいた玉ねぎ、ピーマン、トマト、そしてニンニク、唐辛子、万能ネギ、よいしょ、はい、ずっと強火です。はい、そうしましたら先ほどのお肉を戻します。この汁がありますから、汁も入れて、これはもう強火で、これぐらいになりましたら、さっきの合わせ調味料、これを入れるときはですね、皆さんいいですか、強火で火を消して入れてください。すぐあの煮詰まりますから、見てください、これで OK です。では盛り付けに行きますね、ご飯をたっぷり、はい、その上にで、これあの強火でやっちゃいますとね、ぐしゃっとなっちゃいますので、で汁も見てください、これぐらい、ポテトフライをパラパラパラと、はい、出来上がりです。あの強火でね、ザーってやるのが、コツです。じゃないと全部ベチャッとなっちゃいますんでね。では、いただいてみたいと思います。ほとんど和風って感じ、ね、ご飯に合いますわ。私も肉体労働者ですけど、たまりません。今日はペルーのお酒を使った、カクテルでございます。ビスコ・ポルトン・チルカーノカクテルでございます。うん、ライムが入ってて、このビスコっていうのとジンジャーエールとライムが入って、もうペルーはね、皆さんのオーガニックのね、宝庫ですからね、もう本当に食べてる間にお肉がないです。お肉が、誰食べたのこのお肉、え、ちょっとお肉どこですか、お肉、ちょっと、うん、やばいです。このカクテルもなかなかおしゃれで、ペルー料理を本格的に新橋の新井商店で検索すると出ますので、三国からサーファーで夜逃げたやつって言ってください。僕です。で、いいやつです。で、グーです。どうぞ。これはもう、まあ、皆さん、労働者の皆さん、ね、僕も含めて、ぜひ力尽きます。グーです。